2023年、今日は8月の31日ですね。昨日は一応ね、店は開けてなかったみたいなんですけど、車でいっぱいだったんですよね、昼過ぎぐらい。だからまさか堺コーヒーさんで全部は埋まらんでしょう。こっそりどっかから開けてたの？あの監禁所付きで。だから路上駐車、無断駐車みたいな形になってたんじゃないですかね。で、8月8日グランドリニューアルオープンっていう幕は書かれてはいるんですけど、一応僕はここの入り口のところからは空いてる気配は見受けていないですね。ちゃんと閉じてるみたいだと思いますよ、あの景品場の件で。あとはここが路上駐車化してる部分ですね。変に裏口とかあるんかな。動画でアップロードして潰すと、まあ、あの昭和石油さんのところで、まあ、何か言ってくる連中はいるんでね。裏口特に入れそうなところはないから、ちゃんとクローズさせてるみたいなんですけどね。いや、本当に日本中のオンブズマンが動くから、法律の使い手の人たち何万人もいますから、すぐですよ、僕が動画アップロードしたら。まあ、ちょっと調査で今まで街の人たちを困らせていた、まあね、エネルギーの残存量問題とかもあるから、裏に入り口なんかないとは思うんですが、こんな駐車を作って本当にね。ここも駐車場、もう一体何考えてんのか。あの辺も本当は駐車場だから埋まるわけがない。っていうことは、遠征組か誰か駐車場使ってたっていうこと、この辺にスポーツ関係かなんかで。もう許さんよ、国の税金すぐ使って、もうスポーツ関係、神戸市の中央区の港の方にもバスケットボールのスタジアム誰か作ったみたいだけども、承認下ろした議会とか、もしくは行政、神戸市役所、兵庫県議会の職員、もうちょっと法で出てもらうから。無理や、この世界、こんなに次から次へと余計なものを建てよったら無理や。大倉山の体育館がある、もともと余計なことしすぎや。もう高等裁判所まで書類上がっと、ある程度で、もうその辺も上げていくから。ただしさ、それある程度進まない、無理。誰かできるんだったらして。